週間3毎日の11月19日号に4大模試最新難易度が掲載されていますね。そうですね。ここで言う4大模試とは、河合塾、駿台予備学校、東進、ベネッセが実施する模擬試験を言います。河合塾と駿台予備学校の医学部偏差値ランキングを見ることは多いのですが、4つの偏差値ランキングを一度に見ることはなかなかないですね。この記事は 大学通信の記者が医療系学部について書いた署名記事で学部別の志望動向と偏差値ランキングが掲載されていますので見ていきましょう2024年度入試の医学部志望動向はどうなっているのですか志望動向は第1回寸大フェネス生大学入学共通テスト模試のデータになりますこの模試は9月に行われた模試です 夏休み明けの9月に行われた模試なら、志望動向も固まってくる頃ですね。模試の受験者数は、昨年の同じ模試を100とすると、国公立大学志望者は97、私立大学志望者は94で、国公立も私立も全体の志望者数は減っています。それを踏まえて志望動向を見てください。第1回、寸大、ベネッセ、 大学入学共通テスト模試の志望動向はこうなっています大学志望者全体としては減っているのに合わせて他の医療計学部は志望者が減っているのに医学部志望者は減っていないですねそうですね国公立も私立も医学部人気は非常に根強いと言えますね国公立学部の志望者が増えていますねこれは 歯学部志望者が増えたということとは違うと思います。2025年度入試から新課程入試となります。このことを気にして、国公立医学部志望者が歯学部受験も頭の隅に置いているということだと思います。なるほど、医学部受験生が新課程入試を心配しているということですね。実際の医学部入試でこの影響は出ますか？ 影響はあると思います新家庭入試になれば不利になると考える医学部受験生は今年医学部進学を決めてしまいたいと思うでしょう国公立医学部志望者が私立医学部を並断するケースが増えると考えていますそうなると私立医学部専案の受験生はより一層の準備が必要ですねその通りです 一次試験だけでなく二次試験の小論文面接特に面接対策はしっかりやってほしいですね面接は最後の決め手になりますところで医学部の偏差値ランキンキグはどうなっていますか4つの医学部偏差値ランキングを見ると違いも見えます例えば京林大学医学部と東海大学医学部 金沢医科大学の難易度についてはどう思いますか京林大学医学部は東京にありますし、寄付金がないので人気があって難しいと思います。偏差値ランキングはこうなっています。 河合塾と東進は3つの大学の難易度は同じとしているのに対し寸大予備学校は難易度は京林大学、東海大学、金沢医科大学の順としていて差がついていますねベネッセは東海大学が一番難しいとしています京林大学と東海大学、金沢医科大学の3つの医学部の難易度で予備校によって考え方がバラバラなんですね 受験生としては結局どこが一番難しいのと言いたくなりそうですね次に関西の人気校大阪医科薬科大学医学部と関西医科大学を見てみましょう偏差値ランキングはこうなっています 河合塾と寸大予備学校は、どちらも難易度は同じとしていますが、東進は関西医科大学の方が難しいとしているのに対して、ベネッセは大阪医科薬科大学の方が難しいとしています。ここでも難易度についての考えはバラバラです。大阪医科薬科大学と関西医科大学は結局どっちが難しいのという受験生の声が聞こえてきそうです。もう一つ、同じ愛知県の 愛知医科大学と藤田医科大学の難易度を見ておきましょう2つの医学部の偏差値はこうなっています寸大備学校と東進はどちらも同じとしていますが河合塾は藤田医科大学の方が難しいとしベネッセは愛知医科大学の方が難しいとしていますねこれまで見てきたように医学部の偏差値ランキングは どこかが正しいということはできません。予備校によってバラバラです。受験生はどうしたらいいのですかまず、医学部の偏差値ランキングは絶対的なものではないことを理解してください。あくまで受験校を考える際の参考と考えてください。そして、一つの偏差値ランキングだけを見ると、 ではなくいくつかの偏差値ランキングを見るようにすることをお勧めします私立医学部全体の偏差値ランキングについては概要欄をご覧ください医学部の偏差値ランキングにとらわれている受験生は多いと思いますが偏差値は絶対的なものではないことがよくわかりました受験生の皆さんは受験校を考える際の参考として考えてほしいですね今日は貴重な話をありがとうございました